ずんちゃん、お父さんはちょっとうんちに行ってくるから、ここで待っていてね。わかったのだ。いいかい？ここで待っているんだよ。絶対にどこかに行ってはダメだからね。わかったのだ。どこにも行かないのだ。うん、いい子だね。それじゃあ、すぐに戻るからね。のだ。僕、美味しいお菓子をあげよっか。わーい、お菓子大好きなのだ。お姉さん、ありがとうなのだ。あっちにもっといっぱいあるから、お姉さんと一緒に行こっか。わーい、一緒に行くのだ。お待たせ、ずんちゃん。あれ、ずんちゃん？ずんちゃん？ずんちゃん。2日後、ずんだもんくんは遺体となって、近所の山の中で発見されました。全身、特に性器周辺には、むごたらしく暴行を受けた跡が残っていました。犯人は、今も見つかっていません。